ご紹介を受けました。赤嶺です。最初は皆さんが知ってる知ってるかもしれない、薬師丸ひろ子のウーマンっていう曲から歌いたいと思います。集中しようと思ってやめました。で、それからずっと、まあ、
の診療終わったら院長室でもう分晴らしとかダーとか歌ってたんですけど、あの人前で出るのは本当に4年ぶり、あ、1回あるんですけどね、こういう、こう広場で歌うのは本当に久しぶりなんで、あの、まあ、楽しんでいきたいなと思いながらも上がってばっかりでちょっと、ね、すいません目かけるかもしれませんけど、じゃあですね、喋ってると時間がないので親知らずっていう歌を歌いたいと思います。こうポーズがありますから皆さんできる方は親知らずが痛いふーってしてくださいね。じゃあ親知らずが痛い、親知らず歯が痛いんだけど甘い思いの、甘い思い恋心を思い浮かべながら歯が痛いっていうそういう歌です。教えて。
春さん、歯が痛かったですね。指が痛くて指が痛かった。あ、そうですね。さっき黒というバンドで、ね、演奏してきましたギタリストでございます。普段はあのエレキギターでもハードロックとかチーンってやっちゃう人なんでございます。今日は柔らかい。今日はですね、私がまだギターを始めたばっかりの時に、作った曲です。今すいません、オリジナル曲なんですよ。私結構オリジナル中心でやってるので、今親知らずですね。職業に親知らずは本当に何本か今週も抜きました。あのですね、性格に比例するらしくてですね、性格が悪いと抜けにくいらしいんですよ。嘘ですか？嘘です。嘘です。親知らずはですね、抜けたいよって言ってるんですよ。抜けたいよって言ってる方向に抜くと素直に抜けます。はい、親知らずの声を聞くんですよ。変人ですよね。すいません。いらない。はい。はい、じゃあですね、一番最初の時にですね、もう熱が出て、一番最初のライブで熱を出しちゃったんですよね、ライブの前に。で、大風邪ひいて声が出なくてどうしようってこたつでうなだれている時に、あ、でも頑張んなきゃ、いいことあるぞ今からって言いながら作った追憶っていう曲があります。これは自分がすごい嫌な手ですね、自分が好きになったら一杯の焼酎でねと祝ってねっていう曲なんですけど、焼酎はうち の焼酎お父さんがドットンっていう作ってますけど、それをちなんでドットンで祝ってねっていう曲なんですよ。追憶っていう曲で聴いてください。日々を送ってるかな、あたしはどんな風に変わったのだろう、気がつくと行ったり来たり、あれからあたしは大人になった、
焼酎で最後の焼酎で今のがですね、追憶、うちの焼酎ドットンですね、全国書類コンクールで最優秀賞2回取ってます。時はに持ってます。 ありがとうございます。あともう1個、この年の7月で日だまり歯科医院というんですけど、私開業医をしてて日だまり歯科医院を開いて2年目になります。ありがとうございます。ここで拍手。誰も祝ってくれない。ちょっと無理やり、いつも目かけてる方々がこの辺にいるので、すいません。すごくですね、怒っちゃってですね、これじゃいけないでしょとかね、それでも一生懸命支援をしてくれる仕事関係の方もいらっしゃいますし、昔からね、音楽を一緒に楽しんでいってくれる方々がたくさんいらっしゃいまして、私は本当に恵まれております。ということで、私もいろいろコンテストを昔出たことあるんですけど、ハートビートっていう曲がですね、私の代表曲で、はい、これもですね、登竜門って言って、登竜門っていうコンテストで一応最優秀賞をいただいてですね、もうずいぶん昔です、17年前。でもね、っていう曲で昔の栄光です、今も。はい、じゃあハートビート、ハルさんに、サイドギターを手伝ってます。いつもありがとうございます。はい、ではハートビート、重なり合ったらなぜか甘く甘く
静かしずつ重なり合ったらなぜか甘く甘く甘く香って溶けてく I am still here, see my heartbeatThank you.
方のですね、準備が整うまで草峰さんにお話を聞いてみたいと思います。あの歯医者さんを経営されているということでして、お仕事などストレス解消に院長室で歌っているとのことです。はい、ちょっと私も聞いてみたいなと思いながら、はい、優しい歌から力強い歌まで歌っていただきました赤嶺陽子さんです。ありがとうございました。優しい歌から力強い歌まですごかったです。ありがとうございました。あのそうですね、第1回目からなんと夢色国際あの出場していただいてまして、まあ、あの最近はですねちょっと開業のことがありまして、いかがでしたか？楽しめました、ありがとうございます。ここでですね、素敵なゲストが今どうぞ、前にどうぞ、赤嶺さんにどうぞって、先生どうぞ、すごい素晴らしいお花ですね。はい、お名前なんていうの？ヒロです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、あの今後何かあのまたご予定とかはあったりするんでしょうか？まだまだなくて、これから少しすごいやってみたいと思います。今のは初期の曲なんで、今はもっと進化をしてます。激しい曲とかたくさんあって、機会があったらよろしくお願いします。ぜひ皆さんもあの聞いてください。では赤嶺陽子さんと春さんでした。ありがとうございました。